はい、えー。皆さん、こんにちは。ムンケンです。えー、今日ですね、コロシアムがまあ始まって2日ぐらい、えーほグランえー。バトルグランプリ夏。まあ、1ヶ月になあかけてね1ヶ月かけてランキングを競い合うような感じでね。えー、グランプリ夏がね、えー、っと開始されましたで。私もね、結構頑張ってるんですけど、頑張ってるってまあか、5時間ぐらいやったんですけどね。5時間超えたかな。結構ね、いい、 えー、ほとんど野良であったり、あとは固定でね、見つけた方々と、誘っていただいた方々と行ったりしてね、やったんですけど、連勝することもね、多々あって、結構ね、200以内頑張って入りたいなと思ってたんですけどね、ちょっとこれ見ると絶望的でね、<laughs> 皆さんすごいなと思って、えー、見てます。で、今回ね、えー、皆さんにご紹介というかね、 こうすると結構面白いよっていうのはね、この1位からまあ200位ぐらいの方々ってね、やっぱほんとすごいんですよね。コロシアムで連勝する方々なんですよねす。なるべくしてなったっていうのは、まあこの、まあまだ2日目のデータですけどね。この SS の方々がね。じゃあこの方々はね、どんな風どんな人たちなのかっていうのをね、直接会わずにね、えー、検索でちょっと調べてみましょうかね。 で、えー、それは三かな。まあ、この方が今1位。で、今いる場所、コロシアム。やっぱ、コロシアムでずっとやってて、今、スーパースターみたいですね。で1位の方はね、じゃあ、何を装備しているのか、とかも全部見ることが可能なんですよね。冒険者の広場で。で、えっ、ー、と、光のタクトとか装備品も全部見れます。で、えっ、ー、と、何がポイントなのか。で、まあ、この方は、リュウマとかね、もうやってるみたいなんで、 まああのこの方を倒す対策とかではなくてね、えーと、ほとんどの人たちがね、やっぱり、まあ、殺しアもやる人は、まあ、半分ぐらいかもしれないですけどね、ユーザーの中でね。まあ、参考にする装備のっていうのにすごいいいかなと思いますね。で、光のタクト何をつけてるのかね、多分速度だと思うんですけど、こう、おしゃれでファッションでね、ファッションでドレスアップで、えー、と木の棒みたいなのして、まあ、おしゃれでね、やられてると思うんですけど、 えっと、効果は、えー、呪文速度の理論値ですね。で、基礎効果も速度なんで、まあ、こんなとこみたいですね。速度理論値。じゃあ、あと他はどうなのかとかいうのをね、見てチェックすることが可能です。えー、っと、私としてはね、レイブンは、魔法戦士としても結構使うんで、 やっぱりレイブンは HP なんですね。レイブンの HP を買った方がいいのかなこれあれは呪文ダメージいやーすげー金かけてますね。呪文ダメージの、まあ成功品ですよね。大成功品。あとはステージパンツは僕は関係ないんで、これかなおしゃれにね、山猫にしてるんですね。で、やっぱこっちも呪文速度なんだ。 レイブンの呪文速度。えー、やっぱり1位になる人はね、それなりの装備をやられてるんですね。で、転びガードとおしゃれプラスの成功品。お、すげえな。まあ、こんな感じでね、えっ、ー、と、1位の方はスパスタなんで、スパスタの方参考にするかね。まあ、それもいいし、えー、まあ、2位の方は何かな。コう、ピって。 E の方をコピえっと、えー、とこの方かな。お今いる場所は非表示にしてますね。どこにいるのかをみんなには教えてないと。で、えっ、ー、と、サポート仲間をも他人を見ることはできないんですね。でも装備はね、ちょっと見ることは可能です。今、多分コロシアムやってるんでしょうね。黄軍誌シリーズですね。で、セラフィムの槍。 で、攻撃力に魅力。まあ、パルプンテの魅了かな。魅了をつけて、あとはカブトは、HP かな。違うか。怯えガード100。怯えと麻痺が完璧みたいですね。まあ、こんな風にしてね、1位の方々は何を装備しているのかを見ることができます。まあ、ちょっとね、えー、っと、なんだろうな。まあ、例えばですけど、 まあ、ちょっとやりすぎかもしれないですけど、あの、コレシアムのバトルの途中でね、ああ、この人強、あの強い人だと思って、検索、バット検索するっていうので、相手の装備を見ることも、魔法使いでね、体勢相手が備えてるのかどうかとか見ることも、一応、あの、やる上では可能っちゃ可能ですね。まあ、そんな暇があったら戦えよっていう話なんですけど、まあ、あの、バトルチョーカーとか、まあ、サングラスとかね、しっかり体勢整えてきてるなっていうのがね、 わかりますよねこの完全にコロシアム用の感じなんでね、皆さんコロシアムは今ね、えー、上位の方々やってると。えっ、ー、とあとは、えー、と自分の職業ですよね。えー、自分の職業でえー、っとぴったりの人を見つけて参考にするとね、やっぱ結構面白いですよね。えー、こういうふうに名前でまあ表示 一回でも登録した方はね、装備まで見ることは確かできるんで、まあそんな感じで参考にね、するのが一番いいのかなと思います。やっぱりあの、まあ、こうやって覗けるんでね、武器で効果を見て、あの、へえ、こんな効果を持ってるんだ、すげえなーっていうのもいいし、えー、自分でね、買いに行く、買う時の参考にね、すればなと思います。はい、じゃあ僕まだね、2000ポイントいってないんですけど、1、5時間ぐらいしかやってないんでね、もうちょっとやりたかったんですけど、 まあ、ちょっと、時間があればね、やろうかなと。はい、じゃあ、失礼します。